はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、先週末9月の23から25日大垣の川崎文具店さんでのイベント、本当ありがとうございました。まあ、ちょっと金曜日は雨がひどかったっていうのもありますし、まさか台風ということで、土日はね、晴れたんですけども、コツモの影響がありまして、ちょっと来れない方がいらっしゃったりとか、まあやっぱり、どうしてもまだまだコロナが収束してるわけじゃないので、どうしてもコロナで来れなかったりっていうこともありまして、まあそれでも、まあなんとか無事終わりましたので、本当ありがとうございました。はい。もうちょっと天気だけはね、何ともなりませんので申し訳ございません。はい。そして、今回も多くのお土産、ありがとうございました。もうね、イベントがあるたびにありがたいお話で、娘たちへのお菓子を僕が買わなくていいというのでね、もうとっても助かっております。本当にありがとうございます。はい。そして、来週ですね、10月の8日、はい。スペースウォーク2022をタム高松初の四国でのね、イベントとなります。このヘリコさん。アクリルのボディで万年筆、そしてガラスペンと作ってらっしゃる方ですね。すごい綺麗なんで、また見ていただければなと思うんですけども。はい。10月8日、12時から18時30分までとなっております。はい。出店者の方、確定しております。はい。まあ、ヘリコさん、そして、まあ、ガラスペンは、ハセさんとトゥーさん。はい。そして、ドリログさんもいらっしゃいますね。そして、ベチョリさんもいらっしゃいます。そして、インクの方もね、シマルさんも含めて、このアンドリムさんですね。はい。小林さんも、すごいたくさんインク持ってきていただけると思います。はい。楽しんでいただければなと思います。そして、今回はカフェスタイルの場所でやりますので、文房具を買ってね、何人かで雑談するのもいいと思いますし、コーヒー飲みながらゆっくりくつろいでいただければなと思います。よろしくお願いします。はい。住所の方ですね。こちらの方です。はい。説明欄のところにも住所の方書いておきます。はい。で、場所がね、はい。だいたい、まあ、高松駅近郊の、まあ、この辺、片原町から歩いていける距離っていうとこですね。はい。港ですね。はい。そして、フリータイムあります。30人ぐらいの予約のハガキでしたので、15時40分から最後、16時半までに入ればいいんじゃなくって、16時半でもきっかり終わらせていただきます。もうその後お片付けがありますのですいませんが。はい。フリータイム約3時間ほどありますので、またよろしければ来てください。まあ、他のイベント見てるとね、今回まあ予約が30人ほどということで、まあフリータイムで見られるお客様も少ないかなと思うので、今回は僕もゆっくり買い物ができるかなというふうに思っております。またね、木軸に興味ない、ガラスペン、インクっていう、まあ、女性のお客様ですね。そちらの方にもね、はい、木軸を見ていただけるイベントになるのかなと、ちょっと期待しております。はい。まあ、フリータイムがありますので、またよろしければ。はい。で、午前中じゃないね、最初の方に来ていただいて、周りブラブラしていただいて、またね、フリータイムの時間になってまた来ていただくのも構いませんし、はい。高松でのイベントを堪能していただければなと思います。で、最後のお客様ね、15時10分からスタートします。まあ、それぐらいになりましたら、整理券、一応何枚か持っていきますね。こういう感じのね、これ去年のインターナショナルペンションのやつなんですけども、まあ、こういう感じで整理券用意しとこうかなと思っております。はい。そして、東京ペンショーと言いますと、Tips。はい。これですね。はーい、東京。はい。チケット販売、もうすでに23日から始まっております。28日のスペシャルデイ、4000円のマネス付きのこのチケット、販売開始、3分で200枚売って。すごいですね。はい。
まあ、それだけ楽しみにしてくださるお客様がいるということは嬉しい限りですね。文具業界としては本当にありがたいお話です。で、土曜日の午前中も売り切れになってましたね。はい。他の曜日はまだあったのかなと思います。まあ、やっぱり日曜日最後は、十分余っておりますので、はい。またよろしければ、来てください。付き添いの方もね、チケットいりますので、よろしくお願いいたします。そして、東京インターナショナルペンションね、スタート時間があるんですけど、だいたい20分、30分ぐらい前から会議室が開放になって、そちらの方にチケットに番号が書いてあります。で、チケットの番号の若い順から並んでいただいて、まあ、一気に入る。さすがに200人、400人って一気に入れませんので、はい。10人ずつか20人ずつかわかりませんけど、順番に入っていただきます。はい。なので、混雑しないようにね、そういう配慮がされておりますので、まあ、最低でも15分ぐらい前にはね、会場の方についていただいて、並んでるとこどこですかって、ボランティアスタッフがいるかと思います。聞いていただければなと思います。はい。で、その会議室で、待ってくださってる間に工房施設、多分僕の方が、この整理券を配りに行きます。で、公募、並んでる人にね、公募説のブースでペンを選びたい方いらっしゃいますかって言って、そしたら手を挙げていただいたらね、その人に順番に配っていきます。なので、整理券がね、整理券じゃないか、入場券が、番号、若い人順に、僕の整理券の方も若い番号が行くということで、一応60番くらいまで配ります。70番ぐらいまで配ってもいいのかなと思ってるんですけども、はい。基本的に、金曜日は200人で4時間あるのって、多分まあ60人は全然余裕かなと思っております。まあ1人20分ぐらいで。そして、土曜日、日曜日はね、3時間半ですので、1人20分だと大体40人ぐらいしか見れないんですよね。でもまあ去年の感覚から言うと皆さん大体15分程度で選んでいただいております。まあなので皆さんにも15分から20分が目安と思っていただいて、そうすれば60人ぐらい3時間半で合わせますので、多分まあ400人もいれば多分60人ぐらいは見たい方いらっしゃるかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、もしインターナショナルペンションの入場はできても、公募施設の、この、整理券の方がもらえなくって、っていう人、そしてもらえたとしても、最後の方の番号の方ね、60番以降、まあ、50番から60番ぐらいの方ね、見れないっていう可能性もあります。もうその方、申し訳ございません。僕では何ともできませんので、はい。その場合は、今回は申し訳ございませんでした。他にもね、出展者100人、100ブースぐらい、あります。100社ぐらいですね。はい。で、木軸ペンの方もクラフト A さん、そして平井もっこさん、そしてマーベラスウッドさんが参加されるということはお聞きしておりますので、はい。他の方も合わせて万年筆、ガラスペン、まあ紙とかインクとかノートとかね、いろんな文具のものが置いてありますので、会場自身を楽しんでいただければなと思います。どうしても工房施設の商品が見たいという方は、東京インターナショナルペンションよりも12月、浅草で行われるクリッパですね。トノ&リムさんのインクイベント。そちらの方にはね、ハガキでまた募集で皆さんに見ていただけるよう時間配分して、やりますので、東京の銀行の方ね、もしよろしければそちらの方にまたハガキで申し込んでいただければなと思います。また、1ヶ月半ぐらい前に、はい、そのハガキの件はね、YouTube、並びにブログ、ホームページの方でね、はい、ご連絡したいと思います。はい。整理券ね、Twitter で番号の方ツイートしていきます。今何番ですよ。今5番の方が見てらっしゃいます、みたいな感じで。川崎さんの時もやったんですよね。まあ、そんな感じでつぶやいていきますので、Twitter の方チェックしていただければなと思います。はい。こんな感じでしょうか。はい。まあ、東京インターナショナルペンションね、まあ、チケットの売り行き見るとすごいなと思って。まあ、僕も頑張って作品の方ね、用意していきますが。まあ、高松の方はね、スペースがかなり限られてるというのが、かなり小さいです。なので、商品もそんなに持ってきれませんし、まあ、見ていただける人数も少ないので、
まあ、それでも、メインとなる材ですね。クロガキ、シアメスローズ、トローズ、トノコブゴク、カリン、コウハク、クロガキ、ジャクモク。まあ、その辺はね、バッチリ持っていきます。はい。まあ、スタンダードとかね、そういうものをちょっと減らしていこうかな、という感じでございます。まあ、一人30分ですのでね、ゆっくり見ていただければなと思います。まあ、東京ペンションは無理ですね。もう、多分、焦ってっていう、もう後ろのプレッシャーがきつい。はい。っていう感じに、去年もなってましたね。はい。なので、まあ、ちょっと東京ペンションは、ちょっと、後ろのプレッシャーがあって、もう、急いで選ばなくちゃいけないっていうような状況になるかなと思います。はい。で、金曜日に来るお客さん、ごめんなさい。前もっての陳列動画は無理です。はい。去年も無理でした。はい。一昨年も無理でした。今年も無理だと思います。はい。なので、前もってね、持っていくものはある程度、YouTube の方で、紹介していきますので、まあ、大体のもの、はい。見てください。で、まあ、多分、時間長いですし、はい。200人しか入りませんので、まあ、20分ぐらいあれば、動画がなくても、まあ、一通りざっくりとは見れるかなと思います。まあ、そして、マネス、コンプロットの方はね、また、今回はちゃんと持っていきますので、まあ、去年とはちょっと違う、テーブル1個余分に借り入れておりますので、はい、きっちり置けるかなと。ちょっと置き方もちょっと考えようかなと思いますけど、また土曜日来られる方はね、金曜日の夜の動画見ていただければなと思います。はい。こんな感じで。もうちょっと前もってのあれができませんけども、東京イーダースの編集は。はい。まあ、金曜日楽しんでいただければなと思います。もちろん土曜日、日曜日の方もね、前もって動画撮りますので、楽しんでいただきたいと思います。まあでも僕は他の出店者がすごい気になりますね。お買い物できるのかな？ちょっと心配ですけど、はい。はい。まあ頑張ります。まあ、また頑張って作っていきますので、よろしくお願いします。